はい、どうも、ロスです。今日はですね、こちら。ASUS 様から本日発表されましたゲーミングノート PC ROG Zephyrus G14GA403UV をですね、なんと先行してお借りすることができましたので、その魅力やね、従来モデルの比較なんかもね、お話をできればなと思っております。でも早速ね、開けていくんですけど、すごいね、かっこいいんですよね。箱とかもね、新しく変わっておりまして、こんな感じのですね、ちっちゃい箱に変わっております。ね、開けていきたいと思います。はい、でね、本体がこんな感じになっております。かっこいいね。でね、簡単に概要をお話しするんですけれども、こちらの新しい Zephyrus G14 はですね、CPU はですね、AI 仕様に最適化された NPU を搭載しているRyzen 8040シリーズをですね、搭載しておりまして、さらにですね、GPU は RTX 4000シリーズを搭載した、まあ、ハイスペックなね、一台になっております。で、その中でですね、従来モデルよりもさらにコンパクトになっておりまして、まさしくね、進化した一台となっているわけでございます。で、この新しい G14 シリーズはですね、今回お借りしているこの Ryzen 7 8845HS と RTX 4060を搭載した GA403UV と、あと Ryzen 9 8945HS と RTX 4070を搭載した GA403UI のですね、リリースが発表されております。それぞれこのプラチナホワイトと、あともう一つね、エクリプスグレーというですね、2色展開のカラーバリエーションになっております。今回はですね、4060を搭載したこの GA403UV のですね、プラチナホワイトをお借りすることができましたので、こちらのね、機種をレビューしていきたいと思います。で、まずね、デザイン面のところからお話をしていきたいと思います。で、サイズに関してはですね、幅が約31センチ、で、奥行きが22センチ、で、高さが 1.6 センチとなっておりまして、16ミリしかないんですよ。めちゃくちゃ薄い。持ってみてもね、これが、本当にゲーミングノート PC なのと疑うぐらいのね、薄さになっております。重量も約 1.5 キロとなっておりまして、従来モデルがですね、こちらが自分が今使っている2022年モデルの G14 なんですけど、これが約 1.7 キロぐらいだったので、まあ今までのでも全然軽かったんですけど、さらにね、軽くなっているというものでございます。で、天板にはですね、これまでのモデルに存在していたアニマトリクスが廃止されまして、この一本ラインのですね、スラッシュライティングっていうのが採用されました。まあ、こちらは光り方をいろいろコントロールできて、まあ、通知だったりとか、そういうのを確認することができるようになっております。で、またですね、インターフェースも変更点がございます。従来モデルはですね、こちら、左側にですね、こういった形で電源と HDMI、PD 充電できる USB Type-C の端子とイヤホンジャックっていう形になっておりまして、反対側が USB Type-A のポートが2つ。で、その隣に USB Type-C のポートがもう1つ。ここにマイクロ USB の端子があるという形のインターフェースになっていたんですけれども、新しいですね、G14 につきましては、まずですね、左側のところ、こちらにですね、まず電源で HDMI で PD 充電できる USB Type-C にプラスしてここ USB Type-A の端子が今回左側に増設されました。で、イヤホンジャックという形ですね。で、逆に反対側はですね、この USB Type-C は1ポート変わらずなんですけど、 USB Type-A が1つ減って、こちら側は1つだけになりましたね。で、マイクロ SD カードは変わらずといった感じになっております。やっぱね、この左側にタイプ A のポートが来るのって結構嬉しくって、やっぱりゲームとかするね、こういったマウスのレシーバーとかってね、まだやっぱり USB タイプ A のものが多かったりするので、それがね、こちらの左側のマウスの操作に邪魔にならないね、左側に来てくれたっていうところは嬉しい変化かなと思っております。で、またですね、従来モデルに関しては、この側面のこっち側にですね、排気口がついておりまして、これの影響もあって、インターフェースってちょっと開いた時の手前側にですね、インターフェースが偏っていたんですけれども、新しい機種に関しては、この排気口がですね、サイドからなくなっております。すべてね、今回モデルはですね、排気口がこちらの底の部分と、ここの部分ですね。はい。ここでもう全部ね、
給排気を完結してくれているというところで、側面にあった排気口っていうのがなくなりました。で、そのおかげもあってか、今までね、手前にあったインターフェースが、こちら奥側にね、インターフェースとしては移動されているという形になりますね。排気口がね、少なくなって、冷却性能は大丈夫なのかと心配される方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、そこもね、しっかりと対策されておりまして、冷却ファンがね、今回、今まで2つだったのが、3つ搭載されております。まあ、その効果もあって、冷却性能はね、しっかりとキープされたまま、新レイアウトになっているという形でございますね。今まで側面にね、排気口があると、ゲーム中や動画編集時ね、マウスに添えてる手に、あったかい排気熱がね、かかって、ちょっとね、気になってはいたんですよ。なんですけど、まあ、その辺が今回なくなるというところで嬉しい変化ポイントかなと思っております。で、DC のね、電源ポートの接続端子が今回変わっております。従来の AC アダプターはこんな感じになっておりまして、で新型の方がね、こういった形のタイプの端子に変わっておりますね。で地味に嬉しいポイントとしては、この AC アダプターが若干ね、コンパクトになってるんですよ。これが従来モデルの方でして、こっちが新しい方ですね。見てもらったらわかる通り、大きさがね、一回りちっちゃくなっておりますね。重さも若干ね、軽くなっておりますので、これはかなりね、嬉しいんじゃないかなと思っております。まあ実際問題ね、外に行くときは PD 充電使うんで、もっと小型なね、モバイル充電器を使うんで、あんまりこの AC アダプターの小型化って、外持ち出すときに関しては、そんなにね、影響はないんですけど、まあそれでも、しっかりとこういったところにね、小型化を進めてくれてるっていうところは、やっぱ好感がね、持てるかなと思います。ではね、本体を開いていこうかなと思います。開くとこんな感じですね。まあ、ここでね、従来モデルを使用している方は気づくかもしれませんが、ディスプレイ設計がね、新しくなっておりまして、従来モデルは開くと少しね、この底が浮き上がるような仕組みになっていたんですが、そちらが廃止されて、まあ、よく見るね、ノート PC の形に変わっております。でこのディスプレイに関しては、今回 ROG ゲーミングノート PC シリーズ初となるですね、有機 EL ディスプレイが採用されておりまして、従来の液晶画面からさらに綺麗な映像が楽しめるようになっております。こっちが有機 EL ディスプレイで、こっちが液晶パネルで、同じ背景単色黒にしてるんですけど、黒の見え方がもう全然違いますね。マジすごい。綺麗に真っ黒になってます。で解像度は 2880×1800 と16対10っていうですね、比率は従来モデルと変わらないんですけれども、若干ね、解像度が上がっております。でまた、リフレッシュレートは 120Hz の継続で、オート速度も 0.2ms と十分なね、性能を持っているかと思います。で色域についてもね、DCI-P3 を 100% カバーしておりまして、まあ、ゲーム用途もクリエイティブ用途もどちらにも使えるような性能となっております。で、この有機 EL ディスプレイになったことによって、このディスプレイがかなり薄くなってるんですよね。このパネルの種類の仕組みの話ではなっちゃうんですけど、有機 EL だからできたこの薄さっていう形ですね。で、このディスプレイが薄くなったことによって、今回ね、軽量化を実現できているのかなと思います。でただ、代わりにね、従来モデルであれば、このディスプレイってね、ノングレアだったんですけれども、グレア、いわゆる光沢の仕様の方に変わっております。はい。ここはちょっと好み分かれるかなというところではありますね。で、キーボードにつきましては、配列ね、ほとんど変化はありませんが、ただね、キーボードの大きさは若干大きくなっております。従来モデルがね、ここのキーのところが約15ミリだったのに対し、これ今回16ミリに変更されておりますので、打ちやすさっていうところはね、向上しているのかなと思います。で、パッドについてもですね、若干大きくなっておりまして、横幅はそんな変わらなかったんですけど、縦の部分がね、少しだけ大きくなったなという形でございます。で、スピーカーがね、こちら、サイドに配置されておりまして、今回合計6つのスピーカーが搭載されているということでございますね。で、スピーカーの音も良くなっているというところでございます。
はい、どうも、オロスです、ね。今日はですね、こちらのゲーミングノート PC について、ね、お話ししていきたいと思います。はい、どうも、オロスです、ね。今日はですね、こちらのゲーミングノート PC について、ね、お話ししていきたいと思います。はい、という形でいかがでしょうか。かなりね、音質良くなってるんじゃないかなと思います。少しこもってた声とかもクリアになってるかなと思いますし、あと音圧がね、少し上がってるんじゃないかなと思いました。でスピーカーとマイクの方でね、それぞれノイズキャンセリング、AI でね、かけることができるようになっておりますね。すごいぞ。しかもマイクに関してはですね、指向性モードを選ぶことができて、まあ、360度録音できるモードになってたりとか、ステレオでね、エンハンスモードっていう形で左右のチャンネルを使用したりとか、あと、指向性録音モードっていうね、こちらの手前側の音声だけ拾ってくれるように、マイクの指向性っていうところをカスタマイズすることができるみたいです。はい、ではね、ここからは中身のスペックについてね、お話をしていきたいと思います。まず CPU なんですけれども、今回の G14 シリーズは Ryzen シリーズ、で G16 シリーズは Intel シリーズが採用されております。で、こちらの G14GA403UV はですね、Ryzen 7の 8845HS、8コア16スレッドの CPU が搭載されております。で、この Ryzen 8040シリーズはですね、AI 機能に特化した NPU が搭載された AMD の最新シリーズとなっておりまして、まあ、クリエイティブ面のですね、AI 活用にもしっかりと対応できる機種になっております。ベンチマークとしては、シネベンチ2024を回してみました。マルチスコアが909となっておりまして、前回レビューした10コア16スレッドの Intel Core i7 13620H の837というスコアより少しね、性能が良いといった結果になっておりました。シングルスコアは102となっておりまして、こちらは先ほど言った Core i7-13620H と同水準となっておりました。GPU の性能につきましては、FF ベンチを回しております。スコアがフル HD の標準品質で12731となっておりまして、まあ、快適にね、プレイすることができるという数値になっております。外出時にね、ゲームすることっていうのはちょっと少ないかなとは思うんですけれども、まあ、PD 充電のね、時のベンチマークっていうところも取っております。で、スコアがですね、13331と、少しね、PD 充電の時は下がってしまっておりましたが、まあ、それでも1万超えているんでね、十分な性能を発揮してくれているのかなと思います。で、実際ね、ゲームをいくつかプレイしてみました。ということで、FPS、バロラントもね、ちょっとテストでやってみたいと思います。全然当たらん。うわ、右から。ギャー。コアアウトしてるよ。いや、でも FPS めっちゃ出るな。快適にマジプレイできますね。はい、ということでね、ここまで新しい G14 の詳細スペックをね、お話をしておきましたが、ここであえてね、気になるポイントっていうところもご紹介をしたいと思います。まあ、正直嬉しい進化の方が多かったんですけれども、まあ、それでもやっぱり理想というか、もっとね、こうだったらよかったのになーみたいなところ、個人的に思う部分が少しだけありましたので、まあ、そこをお話をさせていただいて、あわよくばですよ。ASUS 様の次回のモデルに反映されると嬉しいなという淡い期待も込めてお話をさせていただきます。まず一つ目なんですけれども、はい、こちらですね。電板のこちら、スラッシュライティングですね。これについてはね、ほんと賛否両論あるかと思うんですけれども、自分がね、あんまりこの天板部分はね、光らせたくないと思っているユーザーなので、まあ正直従来モデルのね、アニマトリクスも全然使ってなかったんですよ。で、アニマトリクスの時っていうのが、まあ、こんな感じで、まあ、粒々のディスプレイになっていたんですよ。なんで、未使用時はもうこれフラットな感じでね、あんまり目立たないデザインになっていたんですけれども、今回のスラッシュライティングはですね、
ライティング光らせない時にも、ここ、真ん中にね、デカデカとシルバーのラインが入っちゃってるので、結構主張してくるんですよ。これちょっとね、もうちょっと控えめの方が、個人的には、好みだったかなと思いました。やっぱり天板をね、極力シンプルにしてもらって、で、ライティングとかもしするのであればね、なんか例えばこういうね、側面とか、ちょっとそういった目立たないところでできるようにしてくれたら、なお嬉しかったなというところがありました。で、あとモニタリングとかをね、目的とするのであれば、まあ、例えばなんですけど、ちょっとこの辺にね、ちっちゃいディスプレイみたいなのを設置して、ここでCPU や GPU の温度とかをね、モニタリングできるとか、なんかそういったギミックがあると、すげえ嬉しいなと、勝手ながらね、妄想をしておりました。で、気になった点二つ目についてなんですけれども、それが有機 EL ディスプレイになったことによっての、まあ、デメリット部分のところですね。まあ、よく聞く話としては、長時間同じ画面が続いてしまうと、その画面に特定の色が残ってしまうみたいなね、そういった焼き付けっていうのが起きてしまう可能性っていうのがどうしてもあります。で、対策としてはスクリーンセーバーでずっと同じ画面にならないようにしたりするとか、まあそういった工夫がね、ちょっと必要になってくるかなというところでございます。で、ゲーム画面とかについても、やっぱり同じ画面がね、続くようなゲームであれば、長時間の使用っていうのはちょっと抑えていかなきゃいけないのかなというところで、こまめに、ね、休憩を挟む必要っていうところも出てくるかもしれません。ちょっと自分がその長時間使用っていうのをこのね、レビュー機ではまだできていないので、本当にそんなことが起きるのかどうかっていうのもまだ全然検証ができてないんですけれども、有機EL ディスプレイの特性としてはちょっとそういったところがね、可能性としてはありますのでご注意ください。とはいえですね、この機種を選ぶ人って、がっつりのゲーム用途で使うというよりかは、まあどちらかというとクリエイティブ面の作業をハイスペックなマシンでしたい。で、たまにゲームもしたいよと。言った方が多い気がしますので、ここがネックになるっていう人はね、少ないかなと思います。それよりも、このディスプレイの薄さだったりとか、発色の良さ、あとね、黒の表現がね、有機EL ディスプレイならではの表現っていうところがありますので、そちらのメリットの方が絶対大きいと思いますので、そのデメリット部分あんまり気にならないかなと思います。ただまあ、もしね、がっつりゲーム用途でのゲーミングノート PC を探している方はですね、もしかしたらちょっと別の機種をおすすめした方がいいかなと思ったのでご紹介でございました。ということでいかがでしたでしょうか。今回は3月の6日に発表された新しい ROG ゼビルス G14 GA403UV のレビューをさせていただきました。これまでの G14 から大きく進化したこの2024年モデルは本当にね、ゲーミングノート PC なのかと疑いたくなるぐらいね、薄い。この薄さをね、実現している機種になっております。で、クリエイティブ面での利用はもちろんゲーム性能も妥協ない一台になっているかと思います。で、気になるね、お値段なんですけれども、ここまでね、ぎっしりと詰め込んだ PC になっておりますので、まあ、それなりの値段をします。はい。まあ、事前に伺っている話だと、価格は約33万円前後となっておりまして、まあ、ただ、考えてみるとですね、キーボードもついてくるし、マウスパッドもあるし、高性能なディスプレイ、有機EL ディスプレイもついてくる。で、持ち運べるゲーミング PC と考えたらですね、まあむしろ妥当、ちょっと安いんじゃないかなというぐらいね、価格設定になってるかなと思います。このゲーミングノート PC があればですね、PC でやりたいと思うこと、大体実現できるスペックかなと思いますので、ゲーミングノート PC を検討されている方はですね、ぜひ選択肢に入れていただければなと思います。ということで、こちらのチャンネルはですね、まあ、こういったゲーミング関連のガジェットや撮影機器のレビューをさせていただいているチャンネルでございます。ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またコメントなんかもいただけますと、すごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。